そうそうそう。そうするとこっちにこう転びやすくなるから。掴んで投げるね。で、背負い投げってしてる。背負い投げ。金髪の子にでっかいうち3人目の皆さんがいらっしゃる。ギャグじゃない。ギャグじゃない。それの場合が、ね、袖と襟を持ったまま、ね、それで一本背と同じように入るんだけど、この肘をここに入れてみる。そう、2本の手で相手を、あ、これが大体どこでも教える制度で、こう持ち込みして結局じゃん、やっぱ銀次がよくやるじゃん、座って先生投げるやつなんですよ。あれが低いやつで、ここで今はここの高さで入れちゃう。それよりもっと低く入るのにアヒル歩きの足を、はい、そうそうそう。そうするとこっちにこう転びやすくなるから、でも両膝つくと小学生は反則で片膝だけで、こうこう、こっちだけついてるんだったら、両方つくと低くなりすぎて相手が顔から落ちてます。危険だからそういうのは教えないでください。高校生以上になると両膝ついてかけてる。もっと大丈夫だよ。銀次も一回それやってまたうさぎ跳びずっとやらされたから、低いのはちょっと瞬間に、おへそをちょっとピッとです。ピッ、そうそう。ピッってやると、ここで一回途中で止まっちゃうかな。座らないです。ここ入れると反則があるって言ったじゃん。こうと思ってちゃんとこれから投げるようにして、こうする、ここがプカプカしない、で肘も上げて、肘も上げて、それでこう、これを前に伸ばす、で相手を前方回転させるようにすると一本勝ちになる。そうそうそう。で止める。一瞬息を止めるだけで。数えながら。急に嘘つけ。十？本当？飛ばしたの。絶対飛ばしたよ。もう年末ながらあるなって。同じ場所で右左、それ潰れないで逆に蹴る。
それじゃ同じこっち見たもんね。